入っちゃったんだけど、そう、そんな人は そう、僕の夏が始まる公演の2回公演の日ですね。はい、皆さんぜひ見てください。そう、お昼と夜、お昼と夜14時と18時公演の2回公演です。はい、お待ちしてます。見てください。お待ちしてます。合ってるのかな？見てください、よかったら。はい。お待ち、なんて言ったらいいのかよくわかんないよね。そう、お待ちしてますでいいのか。お待ちしてますとはまた違うよね。見てくださいでいいのか。そう、難しい。難しいな。日本語難しい。ね、難しい。じゃん、じゃん、じゃん。そう、この後練習をします。そう、お風呂上がってから練習します。そう、明日来るって方結構多いね。ね、思ったより。そう、このショールームのコメントだったり、あとインスタだったりツイッターでも、そう、行きまーすって来まして、そう、あ、結構いらっしゃると思いました。755だったり、あと、そう、結構いらっしゃるなって思いました。はい。そう、今はまだ声は出せないので、拍手だったりお顔でね、表していただけたら嬉しいなって思います。はい、よろしくお願いします。なんか今日ゆっくり喋っちゃう、ゆっくりね、ゆっくりしちゃう。 ゆっくりしちゃう。でもこんな遅くにやるの久しぶり、遅くはないけど、まあ遅くにやるの久しぶりだね。あんま、そうね、この時間もやんないからな。でも明日は夜かな。明日も夜やるかな。うん、明日も夜やります。そう、何時かわかんないけど、夜やる、やるので 夜やるので、そうですね、待ってていただけたらなと思います。そう、何時かちょっとわかんないんですけど、そう、やれるようになったらやります、明日。です、で ですってちょっと間を空けていっちゃう。嬉しい。8年ぶりくらいに48熱が再熱、あ、違う、あ、違う 遠いから分からなかった、違いますね 読み間違えてた でも、あゆの推しの、あゆの推しなんじゃない、推しの候補が、の一人があゆだって嬉しい 普通にちょっと遠いか間違えちゃった。熱と似てるよね 普通に間違えた そう、遠いと間違えちゃう、似てる感じは。いや、嬉しい、嬉しいです、とっても。ありがとうございます。嬉しい。嬉しいね。ありがとうございます。カメラこっちだよね。いつもこっち見ちゃう。コメントこっちだから。ありがとうございます。カメラ目線。結構ほんとこう言ってくださること多くて、そう。
アイドルファンの方で、そう一回そうその乃木坂さんとか行って、そうのファンのファンになりまして、そう AKB ちょっと見てレイちゃん見つけて戻ってきましたって方も結構多くて、そう嬉しいですね。なんかそのね全然嬉しいです、すごい。はい、とかあのそう推しメンが卒業しちゃうから、そうファンやめようって、ファンやめようなんて言うんだろう、そう一回やめようって思ってたけど見つけてそうって言ってくださる方もいらっしゃって嬉しいですね、すごい嬉しい。そうしいですね、すごいありがたい、ありがたいというかもうとかもう感謝、もうこちらこそ感謝なんですよね本当に。感謝感謝です。おじぎ、最近愛ちゃんのこと好きになって遅いですかって、大丈夫ですよ、全然全然大丈夫です、はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、合ってるのかな、よろしくお願いします、はい嬉しいですね、嬉しい。AKB で初めて買ったシングルがビギナー、あれから10年ですって。おお、じゃあ10年間 AKB ファンなのかな、かな、すごいね、そう考えると、えだって0歳が10歳になるみたいなそんな感じだよね、すごいね、0歳が10歳、はあすごい表し方が変かな、変だったかな、ね、でもすごいね、すごい、0歳から10歳、すごい、すごい、ありがとうございますあゆえ、ほんとそんなね、まだまだだけどありがとうございます。すごいね、初期からって方いるかな、ね、みんなどこからですかね、皆さんどこからですかね、どこなんだろう、逆にどの CD をきっかけにみたいな、シングルか、シングルをきっかけにみたいなあるのかな。でもね今時ね、そうだよね、 CD じゃなくても携帯で聴ける時代だから CD じゃないって方も多そう、もういいよね多分、これもこれまたね、 CD 買ったことないけど携帯でならみたいな方もいそう、いそうというか多そう。チャンスの順番、ああいい曲だよね、チャンス、だいぶ前だね、チャンスの順番、どのくらい前だろう、でもだいぶ前だよね、すごい。 STU からです、ああじゃあ最近、最近だね、4年どのくらいだろう、そのくらいだよね多分。フレッシュレモンの2012年の ANN での声、あでも CD とかじゃなくて市川美織さんの声、でもいいよね、
可愛らしいね、可愛らしい。弟の影響なのでヘビーローテーションですって。おお、だいぶ前、だいぶ長いですね。長い、月日長い。サステナブル、おお、最近、最近、この間、この間ではないけどこの間この間じゃないけどね。全然ポニッシュ、ああポニッシュもだいぶ前だね。初めて買ったのは次の足跡、ああ、アルバム、うん、あ、でもアルバムもう最近じゃない。次の、最近でもないけど最近だよね。そうだよね、最近でもないけどね涙サプライズ、ああいい曲だ。なんか涙サプライズさ、運動会流れたことあるかも。うん、運動、うん、運動会で流れた。そう、誕生日、誰も誕生日じゃないのに分かってた。なんかリレーの時、うん、リレーの時、多分リレーじゃないかもしれないけど、リレーだった気がする。うん、真夏のサウンズグッド、あー、でもだいぶ前だね。だいぶ前でもないか。ゼロと1の間、アルバムだね。ハマったのはヘビロテあたり、おお、じゃあだいぶ前だね表し方がもうだいぶ前か最近しかないっていうほんとなんか下手ですね、喋りが。ほんとにごめんね。中学生の時初めて買った桜の木になる、おお、だいぶだいぶだいぶ前でもないけどだいぶ前だね。うん、2015年から好きになって、2017年握手会に行って、先週やっと3年ぶりにオンライン参加できたって。おお、じゃあ5年、あ違う、6年ぐらいか。おお、でも最近だ。6年、最近なのかな。6年っていつまでが最近なんだろうもうなんかほんと最近か前かしか言ってない本当にでも前ではないよね。前だけど前だけど前ではないよね。うん、骨骨ワルツ、あー、骨骨ワルツね。なんかエリーとひいわたん2人でやりたいって言ってた。イメージ強い骨骨ワルツ。さよならクロール、おお、うん、あ、初めて生で見たのはアンダレ特別公演、おーおーって前浜でやってたんだ、夢の国じゃん、もう前浜なんてすごいすごい初めて全額行ったのは桜の木になろうだったの。でもやっぱそうだよね、みんな、あー、そうだよね、そうだよねって一人納得しちゃった一人で納得をする山部です。言い訳メイビー、あー、じゃあだいぶ前ほんとに二つの言葉しか出てこない。でもだいぶ前、だいぶ前だよね、そうだよね、すごい。でも皆さんほんとね、長年の方だったり最近ね、ほんといろんな方がいらっしゃってね、すごいなって思いますね、ほんとに思います、ほんとに。はい、なんかね、今日はCD のシングルのお話でした。
イエイ。はい、じゃあちょっと明日公演あるのでそろそろおしまいにしたいと思います。はい、じゃあランキング発表します。13位、ホークキングさんありがとうございます。12位、カンさんありがとうございます。11位、今日は無理ださんありがとうございます。10位、まえさんありがとうございます。9位、かずひろさんありがとうございます。8位、だいすけさんありがとうございます。7位、ちーふさんありがとうございます。6位、ひびきちゃんありがとうございます。5位、がくしゃんさんありがとうございます。4位、石井てつじさんありがとうございます。3位、かもんさんありがとうございます。2位、なみーさんありがとうございます。1位、つばさおしーさんありがとうございます。コメントや星とかギフトなどもありがとうございます。明日もやるので見てください。はい、じゃあありがとうございました。バイバイ、またねー。